松下武蔵は神奈川県横浜市出身の日本のキックボクサーである。所属事務はトルコリラハード事務。得意技は膝蹴り。横浜市港南区生まれ、4歳の時、極真会館へ入門。入門してすぐに当格を表しに大会目で、初優勝、その後も出場する大会で優勝を重ねる。2017年7月から、 K1 ジムに入会し、K1 の道へ挑戦。2017年12月、第5回 K1 アマチュア全日本大会アマチュア日本、1決定オープントーナメントにて優勝。わずか5ヶ月でベルトを巻く。2018年7月、カザフスタンのカラガンダで開催される、極新連合会主催の第3回ジュニア、世界空手道選手権大会に、日本代表として出場。 2018年9月、トルコリラハードジムへ活動の場を変える。2019年12月、アマチュアキックボクシングライズノバ、全日本大会トーナメントにて優勝し、初代全日本ジュニア、ライズノバマイナス55級王者になる。2021年3月、12年間修行した、一般社団法人、極新会館神奈川県、井上道場を去り、 本格的にプロへの道へ進むことを決意。2021年3月、新宿フェースで開催されたスックアンキントーンにてプロデビュー。青木街にフルマーク判定勝ち。2021年6月、高楽園ホールにて開催されたライズ150にてライズ初参戦。ブラジル人のアレックスオータに多彩な蹴り技で翻弄し、フルマーク判定勝ち。 サック・アン・キン・ソング2021ザ・ファースト試合結果、ハット・ライズ150全試合結果、極真井上道場松下くんが、全国大会優勝小学4年男子、重量級タウンニュース2018年7月10日、閲覧。全国大会で、待望の初優勝極真井上道場の松下くん、タウンニュース2018年7月10日閲覧。 国際舞台で雰囲気フルコンタクト空手で頂点目指す、カナルコ神奈川新聞ニュース2018年10月10日、閲覧。全国大会で5選手表彰台高難題の、井上道場、タウンニュース2019年7月4日閲覧。ありがとうございます。